行きます。室富実況ガンダムオンライン実況者のエテポンゲです。よろしくお願いします。てなわけでね、前回のまずは、前回の罰ゲームから、レブルマネーを、3000円分買ってきましたので、チャージしておきました。はい、なんかバナコインになるとちょっと手数引かなんかちょっと少なめになりまして、2700、もともと9バナコイン残ってたんで2778、まあデラックスチケットとね、合わせることによって一応デラックス10連、はい、これまあ罰ゲーム言うとおりますが、まあ正直エテポンゲにとってはね、罰ゲームではないというか嬉しいというか10連引けて嬉しいというか、はい、まあこれをね罰ということにしてね、そのいい機体を手に入れて、いいガンダムを手に入れて、さらなる成長を追い求める非常にねストイックなガンダムオンラインとなっております。てなわけでね、とりあえずまあ課金ということで、デラックスガチャコンを回そうと思います。これねやっぱニューガンダムね、量産型といえどもこのニューガンダム、これが欲しいですね。まあこれアムロが乗ってたかどうかっていうのはね、正直ちょっとよくわかりませんけれども、まあ乗ってたっていうことにしませんか。量産型スーパーロボット対戦などではケーラとかが乗っているタイプのニューガンダムだな。まあ所詮量産型けど、やっぱね、まあ新機体だっていうこともあるし、いろいろ武装もね違うんでね、まあガンダムだっていうことに変わりはない。おお、すげえ。えこれ銃撃、ちょっとめちゃくちゃ強くないかこれ。 F バズ13000とか
ガンダムのナパームレベルの破壊力持ってんだが、これめっちゃ欲しくなってきた。やば。あ、ちょっと尺があるんでね、とっとと、ネロは、いりません。ネロはちょっと必要ありませんね、僕には、ゴミですね、これ。はい、では、11連これ、回しましょう。 PC のみプレイ可能。1500B、どういうこと？ちょっとどういうこと？10、これ1500円で引けるんだ、すごい。お得です。こちらが1500円で引ける。父さんも熱中するわけだ。まあしましょう。ちょっと尺の都合があるんでね、動画時間が長くなってしまいますので、まあまあまあ、これはもうね、罰としてね、全然あの黄色箱で何も出ないっていうオチ、そういうオチでお願い。やったー！なー！まあまあ、ネロはちょっともうどうでもいいんで、こっちですね。はい。量産型ニューガンダム、です。フィンファンネル装備しよう。量産型ニューガンダムっていうのはね、インコムに持ち帰ることも本来なら可能です。原作ならね、原作ならインコムを持っているのが、主流ですよね。ニュータイプ、登場者にフィンファンネルに乾燥させたニューガンダムの量産使用機。原型機と異なり、前腕部のラッチにはビームスプレーガンをマウントすることができる。だって。あー、これ使いてー。これちょっと、これ使う、ちょっとこれ開発させてください。はい、開発させ、ちょっと開発します。はい。こいつ動くぞ。どうも。開発が完了いたしました。こちらです。量産型ニューガンダム F 装備仕様。非常にね、機体強化も、いい感じにいきました。マスターチケットを多少使いましたが、まあまあ、納得のいく強化になりました。これはね、強い、もう確信ですね。で、武器なんですけども、ちょっとこれ、高出力型っていうのがあって、これ、なんか一機体貫通するよって、貫通タイプ、貫通タイプのやつなんだけど、ちょっとこれとこれを合わせちゃうと、もうなんか、もう、絶対に、当てなきゃいけなくなるし、まあ当てれればいいんだけども、ちょっと今回はこっちを採用しました。ビームスプレーガン、まあ当てれないわけじゃないんですが、エイムには自信があるんで当てれないわけではないんですが、今回はやっぱこっちを一回試してみようと。ちょっと強化ね、まだしてません。どういったタイプのスプレーガンなのかっていうのをまだ把握していませんので、録音上げようか上げまいかっていうので、ちょっとこいつだけはまだ未強化で、使おうと思います。あとはビームサーベル改良型とニューハイパーバズーカ、この武装で、今回は試そうと思います。はい。いやー、かっけー。はい。で、話はちょっと続くんですが、ちょっと尺が長くなってしまうな、これ。今回の、罰ゲームパーフェクトパックの罰ゲームを発表いたします。でで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 。はい。まあ、いろいろとね、コメント、YouTube、もとい、ニコニコ動画、の方でね、罰ゲーム募集した結構な数あったんですが、
ツイッターのね、ツイッターの関係上4つまでしか、アンケートにかけれなかったので、2個ずつね、コメントから選抜して、エテポン家の独断と偏見で2つずつ選ばせていただきました。いっぱいね、いろいろとありがとうございます。けどちょっと意味わからんやつが多かったわ。本当に意味がわからんやつ、なんかおしっこ飲むとか、本当尿飲むとか、なんかもう意味わからんのが非常に多かったです。はい。でね、今回、この4つ、1つガンダムバーサス実況する、もう1回ガンダムになってガンオンで、ヤムチャ風実況ローガフィーフィーケン、ヤムチャ風実況で、4つ目がまああれだ、うんこ食べるで、ね、ニコニコは頭おかしいんか、ニコニコ動画は頭おかしいんか、うんこは食べ物じゃありません、頭おかしいんか、ニコニコ動画汚いわ、うんことか、うんことか汚いか、汚い手しか使えない、お前はもうパワー負けしている。てなわけでね、とりあえず、ここはちょっと外させて、ここ外させてもらってね、事実上3択だったっていうことで、120票ありがとうございます。ここもう一回ガンダムになってガンダムオンライン。まあ、以前ね、ガンダムのコスプレをしてね、ガンダムオンラインをするという動画をアップしたことがあります。それの、復刻版ってことですね。はい。今回の罰ゲームは、それ、前回、じゃあ1回目のあれは罰ゲームだったのかどうかっていう感じにはなるんだけども、別に罰だと思って動画撮ってるわけじゃないんだが、あれは。はい。で、まあ内容は前回と一緒でいいかなと思ってます。20キルできなかった場合ということで。だからその、何々だった場合の部分もね、考えて、くれるとね、非常にまたいろんな方向でね、方向性を楽しむことができる、僕自身ね楽しむことができるんで、いろいろと、お待ちしてます。今回もね第3回用の罰ゲームの、募集いたしますんでよろしくお願いします。まあ20キルすればね別にいいことだから、うんこ食べるとか、別にうんこ食べるっていうのも採用してもよかったけど、別に20キルもしちゃえばいい話なのだから、はい。てなわけで今回は20キル、できなかった場合は、ガンダム、もう一度ガンダムになってガンダムオンライン、ああいうをする、早いちょっとこれカットしようと思ってたんだけどな、侮るわけにはいかないか。え？え？これ、え？なんやこいつ！なんやこいつ！はい、今回は、本拠点、破壊戦グリプス2でござる。はい。まあ、ここはね、基本的には凸マップ、本拠点を殴り合うマップとなっておりますが、まあ、キルも比較的取りやすい戦場であることは、まあ、いきましょう。はい。まあね、凸もしっかり決めて、キルもちゃんと取る、そして連邦を勝利に導く、以上です。現場からは以上です。よろしくお願いします。どうやら左官戦場みたいですね。よし、これ分かった。前回は本当召喚大将ばっかりのところにぶち込まれてしまいましたので、今回のミッションに勝利すると特別報酬が支給されます。よし、たかが石ころ一つガンダムで押し出してやる。
うしようかな、初動どっちで出ようかな。あ、最高速度こっちの方が速いんだ。こっちで出ようかな。出撃する地点を選んでください。はい、初動は B から出撃し、上もしくは、下のこの壁沿いをね、上を登って Y に突撃する。了解。初動はしっかり拠点突狙っていきます。いきまーす。ぶっさ、このガンダム顔が思いのほかぶっさ、最近みたいな顔してんな、この量産型ニューガンダム。あ、いけるぞ。ここから一気に飛びます。そして空いたところを、あー、なにこれ、フルオートだったのこれ。もうやった、もう完全にもう使い慣れてない機体だから、これフルオート。よし、防衛。あーし、防衛しっかり。レーダーに反応あり、レーダーに反応あり、ここら辺に反応あり。下か、どこだこの感覚は。いないんだが、これレーダーにもマップに映ってるんだけどいないんだが。修理が必要ですよ。マジ、ほんと左官のね、あのレベルがもうめちゃくちゃ高くなってきてるんで勘弁してほしいわ。あ、いける、あれはいける。あーし、いやー、パ、よしよし、しっかり拠点突も狙っていこうね。ここグリップス2得意なんで、僕グリップス2得意なんでね、行きまーす。だあーあー、こっち側拠点、ああああ4X 準備、 4X ガンダムで行こう。指揮官から指示が届きました。植物どもが、いや、あとね、あとですね、コントローラーで前回までキーボードがね、リロードをするとキーボードが出てたんですが、解決しました。どうやらあれはそのあれです、え？スチームのスチームの、あれは、待てー！あー、もうやめて、自爆しよう。はい、スチームの、スチームの設定が、そこだ！なんでアシスト？キル取ったじゃん今。
ちょっと待ってーなー、ニキルってもう前回よりやばい。指揮官から指示が届きました。そんなもの敵か。あーし、よし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 、マジ卑怯者。来いよ。こちらが優勢だ。油断する。ああ、もうなんだあいつ、もうカメラつけられましたが。出だしはまずまずってとこね。まだ続くのか。あれはちょっと一回引こう、一回引こう。各員の援護をお願いする。リピアポットはありませんか。すいませんが。よーし、どけ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 。ちょっと一回起動しよう。ここリペアポットってないんだっけ。あ、上か。最後まで戦うしかないのね。壊されてなかったら上にあるはず。皆様とはお別れです。邪魔だ邪魔だ。ああ、壊されてんな、これ。まだ抵抗するのなら。ちょっとリペアポット弱くないこれ、ちょ。やば、やった。出てこなければ、倒さなくて済んだのに。やった！いいぞ！コントローラーの設定ももうバッチシですね。バッチシです。ありがとう。修理します。停止してください。あ、ちょ、こいつロックオン効かないやつがいるんだけど、やばくない？よし、防衛だ。別にこれ胃持ってるわけじゃないからね。これはあの守りの手段として、あの必要な一手であり、守ってばかりじゃない、こうやって攻めに転ずる。今から攻めに転ずるから。行こう。こっちか。あ、バレた。よし、お前ら行け。ぶち込んでやる。うめえ。勝てえあいつ。あれが大阪キャラバンで言っていた、武田くんの言っていたギュメイ。誘え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 。うまい。ちょっとこれ大事に乗りたい。10連いきそう、10連キルいきそう。大事に。うわあ、戦争というものはつくづく残酷だな。ガンダムのガンダム。もうジオモドキ、ジオモドキ、ジオモドキが調子に乗ってんじゃねえぞマジで。よし、え、ちょっと待って、ちょっと待って、キル数確認します。あー、それでもまだ11キルか。下から行った方がいいかもしれないけど、これトツもトツも狙って行きたいので、トツします。
のミノフスキー粒子散布に一貫を破壊しましたが見方されます。汚ねえぞお前クソが。動きに優雅さがありませんね。こいつはあもうめもう切れそう。あ、ちょっと下から行きます。切れそうだわ。うん、オッケー、覚えた。これフルオートで、フルオートで放射型に広がっていくタイプのスプレーガン。オッケー、これ覚えた覚えた覚えた、覚えよ。戦いながら覚えよ、戦いながら。これも大阪キャラバンでね見たはずなんだけどな。なめるなよ、これが新機体じゃ。新機体の実力をなめるな。あ、すげえいる、すげえいるな、これ。ガザごときがニューガンダムに立てつくな。落ちろ。ぶっ、きれっ。やばい、ちょっとやばい。やりました、我が軍の勝利です。はい、っていうことでね、まあ今回12キル、12キル、まあけど戦闘時間11分04秒、残りこれ残り9分あるよな、これ残り9分あるよな。逆算すると11分で12キルってしてることは20分あれば24キル、うん、計算したところ20分フルに戦った時24キルできているはずなんです。これはなおかつなおかつ、本拠点、ヨダメージこれが4700入っていますので、これは本拠点1000につき 1キルっていう風な設定があったはず。確かそういう設定があったはず。ちょっとこれ審議かけますね。これは一回審議にかけた方がいいな。まあ、僕も納得のいく形でね、罰ゲームっていうのはしたいんで。本部からの報酬が支給されました。開封するコンテナを選んでください。あ、4スコだ。あ、違う、そうスーパーナパムだと。何これ。てなわけでね、次回の罰ゲーム付きパーフェクトパック第3回、は、ガンダムのコスプレをして、プレイしようと思います。よろしくお願いします。はい。はい。はい、ではね、
次、第3回、エテポンケ罰ゲームパーフェクトパックシリーズ、また罰ゲームを募集しておりますので、 YouTube の方は下のコメント欄の方に、よろしくお願いします。あとニコニコ動画の皆さんは、動画最後の動画最後のところらへんにお願いします。はい、じゃあバイバイ。